店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はずっと雨ですね。困ったもんですね。梅雨になりましたって言った途端にですよ、ずっと晴天続きでね、もう真夏日、そして、梅雨が明けましたって言った途端にですね、なんかどんよりどんよりしだして、そして雨の日が続くというですね、世の中どうなっているのでしょうかということで、今日はレーシング S じゃないよ、キングだよ、キングね、レーシングキングの、整備をやらせていただきたいわけですけど、結構大変、これでほとんど一日朝から、今日は7時8時前ぐらいからやってたと思うんですけど、結構かかっちゃいましたね。まず駆動系でしょ、組み立てて、でまあ、ほらクラッチ側とか掃除はしてたんですけど、クラッチ側とか全部、ドリブン取りばらしてグリス入れ替えてでやってみたいなね、うん、でオイルシールの入れ替えでしょ、でやってやりました。でエアクリーンエレメントね、交換、そして反対側に行きまして、カバー、まずねメカニカルシールが抜けな、なかなか抜けなくて、そうプレス使ってなかなか引っ掛けるやつがね、でまあ、そういうのもあったんですけど、まあ、とにかくなんとかメカニカルシールを抜いて、その中の奥のオイルシール、もうそれもやっぱダメですよね、うん、それを、交換、はい、だオイル漏れにつながるもの、つながっているものをとりあえずね一通り交換、まあ、クランクのクランクケースのもう継ぎ目とか、あれはもうそれはもうね話にならないんで、でそれを交換して、で組み立てでしょね、そして、新しいガスケットと、そしてあとあのこのステーターの配線が出ているところがやっぱりあれ痩せてくるんでしょうね、ゴムがね、であの辺もやっぱりオイルがね漏る原因なので、とりあえず液体こうはまるところに液体ガスケット塗ってはめて、で、まあ、あの辺は全部ちょっと塗って、で、ガスケットの方もね、紙のこういうねカバーのガスケットあるじゃないですか、そこの辺りはずっとなんかねあれが塗ってありました、こうちょっと膨らんでるやつ、ね、だからあれ閉めれば潰れてこうシールされるんだと思うんですけど、そういうのがついてた。やっぱりあれ最初からついてるのかね、後から対策でつけたのか私は分かりませんが、はい、一応そんなのはね、うん、ありますね、はい、で、とりあえずカバーを戻して、はい、でやっぱほらあのラジエーターの配管とかねあるんで、それ全部戻してでやれやれと、で今度液パイを取り付けて、でマフラーを戻しちゃうとブレーキやるのが大変だから、でそれでキャリパー外して、パッドとかをクリーニングして、キャリパーもクリーニングして、新しいグリス塗って組み付けて、で、今度こっち前開けて、ブレーキフルードですよね、後ろのブレーキフルード変えて、で前のブレーキフルード変える前に前のキャリパー外して、これダブルだから大変やっぱりね、そうだよ、2個の車両はフロントがダブルの車両はやっぱり点検代ちょっと多めにもらわなきゃいけないですよね、はい、まあ、次回から、はい、今回はいくらでも言っちゃってありますからね、次回からは、ダブルディスクの車両はいくらっていう感じでね、ちょっとこれはもう作業的に大変なので、はい、もういただかないと厳しいですもんね、で外して向こう側もでまず左側やってね、でホイール外して、で、ホイールのオイルシール、まあ、ベアリング点検して、でホイールオイルシール塗って、でこれ、メーターセンサーがついてる、ね、機械式なんですけど、こうね回るやつで、でセンサーなんですよね、 でそこの中にグリスをちゃんといっぱい入れとかないと、あのカチ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 音がするんですよカタ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 って回るために、うん、なんかこうほらマグネットが入ってるから、それでねこう動いちゃう、グリスが抜けちゃってるとサッて動いて、それでぶつかって、こう要はこういうふうにぶつかって回してますから、でカチッとでカタ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 って音がね出ちゃうみたいな、そうだから新品頼んだことなんですけど、もうグリスぎっしり入ってますスライチンぐらいまで入れすぎじゃないかと思いますからね、でまあとりあえずグリスうちも刺して、はい、で戻してます、はい、で今度右側のキャリパーを、はい、掃除して、で両方やったんで、ブレーキフルード書いてですね、であとレバーですね、レバーのグリス、もうカピカピなんで、どっちもね汚いので抜いて、
綺麗にして戻してます。あとプラグ変えましたね。プラグは変えてありますっていうような内容です。はい。なのであとはエンジンオイルを入れて、あとラジエータークーラント入れて、で漏れすぐ漏れてすぐ漏れる分はないんじゃないかと思うんですけどね。どうなんですかね。で、大体終了ですかね。あ、ミラーまで戻してないですね。あとミラー戻してね、うん、はい。だから結構かかっちゃうんですね、これね。大変。まあ、もちろんあの普通の点検だけじゃないんでね、そういう部品の交換がいろいろ入ってますから、ちょっとね、どうしても時間がかかっちゃうっていうのはね、あるんですけどね、はい。だから外してその他の処理ね、こういろいろって、それも結構ね時間かかってますから、うん、これはなかなか、はい、やり手のある仕事ということになったわけでございます。ということでね、他のね何もできなかったですね。そうで、スーパーカブのフォークはね来た、フォーク来た、うん、フォーク来た、フォーク来たんだけど、下のワッシャーは来てない。だからできないんですよ、ね、はい。メイドインタイだと。だから、タイ製なんで、あれ。日本製だけど、部品はタイ製だからね。あと、ジョルノのプラグ来たから、プラグ、ジョルノつけて、ジョルノも、あれしないじゃないですかね。確認しないとね。はい。そう。こんな感じでね。はい。もうずっと、だから、もうここ最近はずっと、まあ、キャリパーなの、ドラムね、ドラムブレーキ内の清掃をもうひたすらやってる感じですね。はい、毎日毎日。うん。明日も、そうですね。そう。ちょっとで、なかなかできないんですけど、なかなかできないっていうのは、場合によってちょっとお断り、しょっちゅうね、お断りしちゃって申し訳ないんですが、今日、パンク修理できますかっておっしゃるんでね。でちょっと見たと、あ、そう、パンク修理剤そういえばあるなと思って、あ、一応あるんで、ただその状況によってはちょっとできないですって言ったんですけど、釘みたいなのが刺さってる分にはいいんですけど、そうじゃなくてこう裂けちゃってる状態だね、ガラスとか、あとこのカッターの刃みたいな、なんていうんですかね、こう平べったいもので穴が開いちゃってる場合はちょっとそれは直せないですかねっていうね、あれなんですけど、で結局普段だったら自宅の方のバイク屋さんにあれなんですけど、通勤会社通勤でこっちの方来ててちょっとあれなんでっていうんでね、うん、まあお困りでしょうから、まあとりあえずじゃあ持ってきていただければやりますって話でね、持ってこられたんで、で見たところ下げちゃってるの、これぐらいのこういうふうにこういう穴で、見た時何もないんですよ。見たとこ何もないんだけど、そういうのがあったから、もしかしたらこれかもしれないですね。で他にも そういうこうちょっとピッピッみたいなのがね、何箇所あるんですよ。怪しいですね。で、それでとりあえず空気入れてみたら、やっぱりそこがシューッと音がするんでね。その一番大きい、こう、1センチちょっとぐらいあったかな。で、一応ね、6ミリぐらいの、直径6ミリぐらいの穴までは、一応対応してますみたいなのが書いてあるんだけど、カッター、いわゆるそういうガラス片とかね、そういうんで開いたやつはやっぱりちょっと難しいですよね、これね。裂けタイプのやつはね。だから、いや、これちょっと直せないですかねっていうことで。そしたら、もしあれタイヤ交換、じゃあしてもらえますかっておっしゃるんでね、あ、とりあえずじゃあちょっと調べますねって言って、じゃあタイヤ明日持ってないんで、250のスクーターなんで明日っていう話でね、はい、置いてかれたんで、はい、とりあえずね、明日部品っていうかタイヤ来たらやるということですね、はい。でまあそれとは別にまだね、ジョルノもまだ終わってないですし、ジョルノもそうですね。あとスパークプラグつけて、エアクリーナーボックスつけて、エンジンかけてみてって感じですよね。そう、ホース類は変えてないんですよね。燃料ホースとかね、オイルホースとかね、そのあたりね、本当はね変えるのがいいんでしょうけど、うん、はい、まずスーパーカブやらないとね、ずっとフロントフォーク外れちゃった状態なんでね、はい、ということで今日はもう時間がねあれなんで、はい。で、T シャツ、はい、購入いただいた方、ありがとうございます。メールでね、ちょっと、お二方、はい、また新たに、欲しいんですけどっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、それとはちょっと、まあ、別にね、ちょっと前に、はい。で、レターパックで送れる、1枚だったらちょっと入るんで、レターパックで送料をさっきね、いただいて送るパターン。あとはちょっと、まあ、何着か買っていただいた場合ですね、ちょっとただレターパックには入らなくなっちゃうんで、大和さんのね着払いっていう形でやる、そう
本当はね、何万円以上ご購入の方には送料サービスとかねできないよね。やっぱり1枚の利益が少ないから、これが3枚4枚5枚っていったとしても送料分払っちゃうと負担するとかなり厳しいんですよね。情けない話ですよね。余裕持たないと本当にいけないんですけどね、そう利益利幅を、ね、大きくしとかないといけないんですけど、すいませんその代わりなんかでサービスっていう、まあ、ステッカーはあれなんですけど、はい、まあそんな感じ。ちょっとこれからちょっとヤマトまでね持っていきますんでね、多少ないとほら持っていけば安くなりますから、はい、来てもらう、本当は来てもらいたい、今降ってるしで、ね、来てもらうとただお金かかっちゃうから、その分高くなっちゃうでしょ、だからまあそれぐらいはいたしますっていうことで、はい、もう多分今日持っていけば明日着くかと思いますんでね、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、っていう感じですね。時刻は5時15分ね、はい、もう7時から8時前ぐらいからやってるから、なかなか、大変ですね。終わんないですね。だから途中からもう黙ってカメラも回さず黙ってずっと前回りとかでやったんですけど、それでもね結構かかっちゃうね。はい、うん、まあ川瀬が終わとりあえずすぐ終わらせておいたのが良かったかな。うん、ただあとそうですね、 BM もやってないんで全然ね、やんないけど、そうリンク修理頼まれ、結局修理頼まれてるんですけど、まあ手つかずで、はい、そういうのもおいおいやっていかないとまずいですよね。はい、ということで、店長武蔵チャンネルバイク屋の夕方、はい、お付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。リールはね明日取りに、雨だけど多分来られますよね。そうですね、雨でもね、うん、多分来られると思うんですけど、はい、ちょっと遠いんでね、近くじゃないんですよ。そう、近くのか、そんな近くではないんですよね。距離的にはでもそうでもないのかな。あ、でも結構ありますよね、やっぱりね、走ればね。うん、ただ、やっぱり混むようなとこなんで、普段、ね、やっぱりそれはね、混むかな、違うかかるのかなとか思ったりするんですけど、うちの相方が帰ってきた。ということで、お付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。おやすみなさいませ。